整備をしていると、あれば便利だなーっていうのが油圧プレス。最近では中国製の安いのがたくさん出ています。12トンのプレスで Amazon で今調べてみたら16,900円ぐらいからあるようですね。非常に安いんですけど、これって使えるんでしょうか私は約20年ぐらい前にこの中華の安いプレスが出た初期の頃に買いました。2万3000円ぐらいでした。 以来約20年ぐらい使い続けています。そこで気がついたことなんかを皆さんにお知らせできたらなと思います。最近の中華はそうでもないかもしれませんが、私が買った時のこの中華のプレスは、到着して組み立てていざ使おうと思った時に、これは使えないって思いました。それは何かというと、ここのクリアランスが非常に広いんですよ。それでバネだけで保持しているような感じですから、 左右に40ミリ、前後に20ミリぐらい動いちゃうんですよ。それだととても出ないけど使えませんよね。プレスを当てるところを手で保持しながら押していくっていうんだったらできますけどね。ちょっと誤差がありすぎますよね。というわけで私はステンレスの板を切り出しまして弓状に曲げて前後と、えー、左右1枚ずつを このように挟み込みまして誤差を1ミリ以内に抑えるようにしましたこれで使えますそれではこの下の方を見てみましょうこの角が出ているわけですね高価なプレスはピストンが押し出すように下に伸びていくんですがこの安いジャッキは普通の油圧ジャッキが取り付けられていて上方向に押すことによって 下についていいててる角でで押すすっていう感じですここが作業台になります。付属しているのはこの黒いプレートだけ2枚ついています。あとのものは私が作りました。そしてこの作業台自体も前後左右にちょっと動きます。そしてこのプレスで最大の欠点、これがですね、このプレートを保持しているのは 左右の穴に入れられた2本の丸棒ですこの日本の丸棒だけで全ての重みとプレスの油圧を受け取るわけですね。そして何がダメかというとこれが材質が多分普通の粗悪な鉄なんですよね。それで油圧をかけると3トンぐらいかけるとしな てしまいまいすこの油圧プレス一応12トンということで売られてますがこのジャッキ自体は12トンあるのかも分かりませんがそれを受け取るフレームとこの作業台丸棒えー、おそらくトトンンかから4トンぐらぐいいいが精一杯じゃないかと思いますそれでもオートバイの作業としてはほとんどの作業ができるんですよね。 だからこれ使えないっていうことはないんですけどクランクのピンを抜いたりするような重整備に関してはちょっと使えないかもわかりませんねところで私はこれ丸棒は硬い材質 45C を1ミリ太くして削ったものを使っていますだから私の分に関しては若干規制のものよりも強度は強くしてますそれで使ってます しかし、それでもフレーム合成がなくて、思いっきり圧をかけると、今度はフレームがしなっちゃって、もうあの、解放した時、踊るんですよね。この、すべてのこの材料がバーンと上に跳ね上がるような、そんな現象が起こります。ということで、これ12トンですけども、とても出ないけど、3、4トンが精一杯だと思っています。 このようにステンの板を弓なりに曲げたもので隙間を塞いでいます今は押してもこのように動きませんが前後左右にものすごいクリアランスがありすぎましたねちょっと今カメラを手で持ってますので動いたように見えるんですけどねこんな作りですこれがついていた鉄の丸棒です もう使っている時に力で曲がってしまいました。これを1ミリ太くして 45C で現在は使っています。フレームの厚みです。だいたい4ミリぐらいしかないですね。これじゃ持たないですよね。そしてフレームを止めているボルト、これ2本なんですよ。これで12トン持つとは思えません。 これが付属していた丸棒の太さです。材質も柔らかいです。これがミキさんに削っていただいた丸棒です。若干太めにして、材質は 45C で硬くなっています。細かいことですが、穴に番号を書いて差し込むときに間違わないようにしています。定規を吊るしただけですが、ストロークがどれぐらいあるのかの目安になります。 こういった形だからこそこのようなアタッチメントを作ってサスの分解なんかにも寄与しますこのようなものも自作しましたこちらはサスの脱着用にケズリンさんに作っていただきました強度的に問題な面もあるんですがほとんどの作業はできるので持っておいて損はないと思います工夫することによってより使いやすくなります 最近重整備をすることが多くなったので日本製の中古を買いましたもちろんジャンクです作業台をワイヤーで引っ張り上げることができるので非常に軽く上げることができますこれが便利なんですよね鉄板の厚みは1 3ミ、mm、リ以上あります中華の12トンプレスが厚み4ミ、mm、リに対して国産の15トンプレスは このように1 3 3 5ミリですね。見た目だけでは分かりませんが、日本製は非常に硬い材質で作られています。中華の材質は非常に柔らかい鉄で作られていると思います。しかしながら、この程度の強度で作業的には十分なことができるので、中華もありかなって思います。というわけで今回の結論。ほとんどの場合において、 中華で十分お金に余裕のある方や重整備される方は国産がいいですね。